はい、じゃあ各所スタンバイいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。コロナ禍で、いろんな対策を講じて努力して実施している皆さんの姿を見たときに勇気もらった気がしました。ライブってこう時間を切り取るアートじゃないですか。あ、こんな時期にこれをやって、そうすると聞こえてくるセリフも音もなんか違う意味を持つような気がしましたよね。応援するエールを送るっていうことは自分にエールを送ることにもなるんですよね。だから一緒に元気になりたいですね。今回晴れ舞台というタイトルをつけたんですが、はい、普段ライブをやっている出演者の方、そしてスタッフの皆さん、常に晴れ舞台を作ってたわけですよね。それがこのコロナ禍によってなかなか晴れ舞台が作れなくなったと、一日も早くコロナが収束して最高の晴れ舞台を作っていただけるように、そういう願いを込めて、はい、晴れ舞台というタイトルをつけました。いいタイトルですよね。いいですよね。晴れ舞台ってなんかこちらの気持ちもこう引き締まるような気持ちがいたしますか。